6号艇平本雅之選手です。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。さあ6号艇で何が盛り上がり方が全然違うことないですよ。ちゃんと6号艇平本雅之選手です、はい、大丈夫です大丈夫ですよ。6号艇ですから、そんな気にしなくていいですよ、はい、さあそんな中テニスさんも手応えいかがなんでしょう。あのエンジンよいいと思います。どの辺がいいですか。なんかちょっとずついい感じです、はい、ちょっとずつ満足はしてるかなと、はい、さあそんな中ですよ、この後の作業としましては、はい、今プロペラ叩いて朝スタート練習したんですけど、はい、なんか悪くない感じはしたんで、ちょっと、はい、昨日までと違うんですけど、違う方向性でプロペラをちょっと叩いていこうかなと。ということはその感触が良かったので、そのまま行ってもちょっと上積み気味あるかなと、と思ってるんですけどね、はい、さあそんな中6号艇ですけども、コースです。コースです ねここ本当に6コース広くて、難しいんですよね、広いんですよ。難しいんですか、はい、ということはもう急にピット離れがパンと来たりとかでも多分こうやんですね。来ないですか、はい、ということはもう6コースからでもやっぱり6コース嫌いじゃないですもんね。まあ、嫌いではないですね、まあまあやっぱすごい人たちばっかなんで、はい、控えめにしっかり頑張ろうと。死ぬはね、死ぬだけ、はい。さあそんな中スタートいかがでしょう。コンセプトスタートもちゃんと練習していけば、はい、まあ勘はあってきてるんで、いけます。でもいうことはもうこれ6コースからでも、もしねみんながちょっとスロー気味になって、はい、短期とかもそうですね、そうなってくれたらまたね、なんか、はい、やりたいですね。やりたいですね、はい、そうなったらもうなんか一発考えたい。はい、わかりました。さあということで6号艇ですが、ファンの皆様に最後もう一言お願いします。はい、僕を投票していただいた方に後悔させないためにも、しっかりいいレース外からお見せしたいと思うんで、どうか応援よろしくお願いします。ありがとうございます。6号艇平本雅之選手でした。さあということで6選手のコメントを聞いていただきましたが、今ねまだねちょっと花束やっておりますが、選手の皆さん帰ってきていただき、あ、峰さんアロハ言ってませんよインタビューで。アロハ。いやマイク入ってませんよ。まあ、いやマイク俺のあれじゃないから。分かる。アロハ。あ、そんなにハマってないです。すいません。もうちょっと頑張ってください、アロハね。皆さん次からアロハって言ったらアロハってやってくださいね。さあそんな中、全選手がね今サイン、ファンの皆さんのね、花束をもらっておりますが、もう間もなくこちらの方ね、戻ってきますんで、もうしばらくお待ちしていただきたいと思いますが、いやすごいプレゼントですねやっぱりね、はい。さあということで桐生選手も、戻っていただいて、さあそして、白井選手も戻っていただけるとありがたいでございます。ありがとうございます。さあ、茅原選手ね、早く戻っていただきたいんで、それ1枚だけねバシッとしていただきましょう。さあということで、桐生選手もね戻っていただけると幸いでございます。すいませんね本当にね、吉川さんもバシッとね、これが終わったら笑顔で釣り行けるといいですね。すいません俺にそんなん振るなっていう顔しないでください。すいません本当にね、さあ茅原さん、まあまあまだ、ちょっと待ちます、ちょっと待ちますから、大丈夫ですか。いいですか。はい、わかりました。さあということで全選手6名のインタビュー聞いていただきました。改めまして12レース優勝戦のメンバーご紹介します。1号艇吉川元弘選手、2号艇峰竜太選手、3号艇茅原由紀選手、4号艇桐生純平選手、5号艇白井英二選手、6号艇平本雅之選手、以上の6選手にて本日の12レース優勝戦が